はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんデッキ破壊は楽しんでいますか？僕はですね、どうしてもやりたいコンボがありましてですね、デッキ破壊ウイルスっていうカード結構たくさんあるんですよね、遊戯王には。トランザクションロールバックっていう最強カードが来たことによって、このね、デッキ破壊ウイルスがすごい使いやすくなってるんですよ。これ何が使いやすくなってるかっていうと、デッキ破壊ウイルスっていうカードは基本的にはコストを要求するんですね。自分のフィールド上の、なんか、効能、なんか、うぬかんぬしたモンスターをリリースして、なんか、相手の魔法トラップカードを破壊したりとか、あとなんかモンスターを破壊したりとかっていう、まあそういう動きができるんですけども、これ結局、コストを要求してくる。自分のフィールド上の攻撃力2500以上の闇属性モンスターをリリースするとか、これだったら守備力2000以上の闇属性をリリースするとかね。これトランザクションロールバックっていうカードは、コストを無視できるんで、効果だけコピーするから、だからこのリリースコストを不要とするんですね。これ、しかも、墓地に、デッキ破壊ウイルスを叩き落とすだけでコンボが成立するんで、その墓地壊しギミックと一緒に使うと、なんか、コスト全くなしで、ただ墓地壊しただけなのに、デッキ破壊ウイルスがなんかすごい2、3発撃てるというね、そういうね、最強ギミックなんですよ。今日はね、ちょっとできればなんですけど、闇のデッキ破壊ウイルスで、魔法トラップを破壊し、影のデッキ破壊ウイルスでモンスターを破壊するっていう魔法トラップモンスター全破壊コンボ、これを狙ってやっていきたいと思います。まあ、ちょっとトランザクションロールバックが一応墓地効果大事なんで、まあ、全部はちょっと難しいかなっていう、すべき1枚してとかにならないといけないから、ちょっと全部は難しいかなと思うんですけど、まあ、一応デッキ破壊で相手のデッキ見たら、まあ、どういうデッキか分かると思うんで、まあ、何を発動すればいいかものずと分かってくると思うんですよね。なんで、まあ、ちょっとこの辺を狙って、相手のデッキを今日は破壊していきたいと、はい、思います。夢の全破壊コンボ見せていきたい。できればデュエルスタンバイ。夢のデッキ破壊コンボかましていくぞ男のロマン、男のロマン、相手の魔法トラップモンスターを全て破壊するコンボを見せていきたいと思います。はい、まあ展開通れば結構成功してるとは思うんですけどね、個人的には。さあ、異世界ペルレイノを発動して、ティアラメントシーレーンを手札に加えていく。相手、裏ラとか増獣とかなんかなさそうなチェーンしてんな。ペルレイノもいらないな。ペルレイノちょっと使わないんで、展開で。なんで、これはもう、ぶん投げて、ディアベルスターぶちかましていく。で、ディアベルスター効果。あ、なんもないね。よし。やっと決まりそうだ。ちなみに、もう、かれこれ5000くらい失敗してる。展開を。相手の誘発やら何やらで。あとはニービルだけやな。やっぱこういうクソデッキってね、マジでね、ちょっとこうほんと裏話なんだけど、マジで撮影大変で、決まんないんですよね。決まんないんですよ。とにかく。なんかまあ、勝つことはできても、なんかね、やりたい動きじゃないみたいなことめっちゃ多いの。すげえむずい。こういうデッキが一番。本当にね、毎日投稿、こういうゴミみたいなデッキをね、まあ毎日とは言わないけど結構頻繁に投稿してるの本当に誰か褒めてこれ本当にこれマジで誰か褒めて。で、スネークアイポップルスリリース&オークとかで、これ何でもいい。よし、展開通るぞ、展開通る。よし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 、これはいい、これはいける、これはいけるぞ。今のところ相手傍観してるだけや。来た、これ先行着席伝説が見せれる可能性がある。さあ、フランベルジュ君が出てきまして、これちなみになんですけども、墓地肥やしギミックとしては多分一番今現代遊戯王において一番優秀だと思います。これマスターデュエルにおいてまあ、クソギミック、クソ一発屋ギミックを除けばこれが一番現実的な、墓地をめちゃくちゃいっぱい肥やせるギミックだと思うわ。財宝から財宝というかディアベルスターか、ディアベルスターから、レベル82体プラス闇属性3体を並べてキュリオスとジアンデッドしながら、その後にティアラメンツムーブするっていう。こうすると大体ね、デッキね、40枚デッキだとして30枚くらいは掘れるから、割と28枚だっけな、なんかそれぐらい掘れるんですよ。それがね、これが一番強いと思うわ。だからまあ、なんか墓地壊したいなっていう人はね、ぜひこのギミックを使っていただきたいなと思うんですが、はい、でここで闇属性が落ちれば OK。 闇属性落ちた。相手のデッキは結界像ビートっぽいなメタビートっぽいぞ。なるほど、メタビっぽいな。サリーコか。メタビートチックな匂いする。これはかなりトリビカルマの効果も使ってまあ、メタノイズかなんかでも敵と いて何落ちてんのかって話なんですけど、まあまあなんもしないね。ティアラメンシェイレーンの効果を起動。ティアクシャを墓地に送りながら3枚肥やしすると、これで一応5枚肥やし入るね。あー、なるほど。ハーフに落ちた。ハーフに落ちた。でティアクシャぶちかます。で、ティアクシャで、ニコヤシ&、あ、オッケーオッケーオッケー。影デッキ落ちた。影デッキ落ちた。これは、いや、これ難しいな。シェイでいいか。レイノハート、まだ召喚券ちなみに僕使ってないんですよね。召喚券使ってないんで、これでいきましょう。で、キトカロスちゃん出す。オッケー。で、キトカロス効果。これは、もうすでに落ちてるんで、一応グリーフでよくて。で、ティアラメンツキトカロス効果、キトカロスを墓地に送りながら、自分の墓地から、ティアクシャ特殊召喚。で、53小屋し入る。で、ここでまたさらに8枚小屋しが入っていく。つえ。結構落ちてるな。ハリムシ、影デッキ、あと闇デッキ欲しいですね。あー、オッケー、落ちたんじゃない今。あれ、今闇デッキ、あー、トランザクション落ちた。オッケー、強いぞ。で、シェイレーンの効果も起動する。あ、トランザクション落ちてる。熱い。熱いぞ、これは。かなり熱い。来た来た来た。来た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 。これは来た。これ分からせれる可能性ある。カレイド、爆誕させていく。いいぞ。いい。トランザクションも落ちてる。オッケーオッケー。ってことは、いや、これ何を落とすか問題だな。ちょっと一回トランザクションロールバック打って、闇デッキコピーして、相手の、まあ、魔法カードだね。基本的には。魔法カード破壊。オッケー超融合引いてやがったかやるじゃねえか。ちなみにそのマグリフドは今俺が破壊した。よし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 こっからですね、こっから確定1枚壊し、強すぎだなこのデッキ。さあ、ライトロード、ドミニオンキュリオスを爆誕させて、で好きなカードを1枚ボチョくるぞ。もう一回、これもう一回あれじゃねえ、いや、これトランザクションもあるな。トランザクションもあるし、白い木もある。これ結構難しいね。これさすがにロルバだろう。で、キュリオス効果で、オッケー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 。そしたらね、あとガン癖してメタビだからね、多分ね、魔法トラップ全部破壊したらもうあと何もできないんだよだけ、多分。だからこれは闇デッキ2発でいいと思う。オッケー、エンドスペースで相手のドロフェー。さあ、何を引きましたか。クロークワークライトで、あと結界像トラップだから、結界像トラップなんで、これ分かった。これあれだ、影デッキでいいのか。影デッキだ。これ来た、わかった、わかりました。これこうですね。で、過密、よっしゃ決まった。メタビ成敗ざま。ダメだ、全然決まりやしねくそ、さっきめちゃくちゃ神試合あったんだよな。なんか、じゃあ多分それさっきのはさすがに採用すると思うんだけど、なんかまあ、メタビみたいなデッキにね、なんかモンスターと魔法全部破壊してるっていう神試合が起きまして、それマジでね、やばかったんだよな。環境にあんま刺さんねえってなんで、そのスネークアイはさ、なんか魔法トラップ破壊してもあんま意味ないじゃん、言うて。まあ意味ある時もあるけど、まあモンスターで展開してくるし、鳥獣武者なんか特にそうなんだよね。鳥獣武者なんか闇デッキ何も刺さんないからさ、ちょっとね、そこかなーっていう話ですね。はい、環境に刺さらないっていうティア、環境っていうかティア1に刺さんないっていう、って点を除けば、結構楽しいデッキになってるんじゃないかなと思いますけどね。なんだそのデッキみたいな。あ、増地、はい。まあ、これはうららでなんとかしていきたいというふうに考えています。はい。やることはね、あんま変わんなくて、基本的な展開は、まあ、財宝のギミックを通して、ジアンレッドキュリオスをしながらティアラメンチするっていう、まあ、そういう順番でやっていく。フィニッシャーなんか9位なのやばいだろ、エクセルが。どんだけ環境一緒なんだよ。ふざけんねえ、なんでこ、あ、まあ、あれか、神殿で打点高くなってるっていうのは結構あるか。これは結構あるな。神殿で1900打点。これさすがにフィニッシャーランク9位か。これはあるな。これはでかいぞ、なかなか。いい感じで、墓地壊しはね、整ってるよ。かなり。ああ。闇デッキ落ちてんじゃん。これ、相手、なんか、ジアンデッドムーブしたとき、ルーン落ちてたんで、これさすがに魔法カードって言ったら、やばい、なんか外役デッキ成敗デッキになってるこれ。このデッキなんかメタル成敗して今度はルーン成敗できそう。おし、てめえに見せてやるよ、夢の魔法トラップ。2枚2種類破壊コンボいけ。おらーおらーくらえシェイレーンポプルスか微妙だな。まあちょっとだからペルレイルとかそっち系のカード来てくれると嬉しいな。シェイレーン魔法トラップ切れないからね、ちょっとそこがね、トランザクションロールバックとか切れればよかったんだけどね。若牛やべえ、世界終わった可能性、世界終わった可能性、世界終わった可能性を感じています。遊戯王は神ゲーです。もしかすると遊戯王は神ゲーなのかもしれません。若牛にガイアブースター、なるほど。ああ、これ龍剣士か、なるほど。あー、なんだっけ、これやばいやつでしょ、プロミナンス。これなんか単一1ミリもない、なんかひたすらにデッキから龍剣士呼んでくるバケモンみたいなモンスターですよね。これ名称して なさすぎてなんかイカれてると言われてる。龍剣士俺ちょっと全然触ったことなくてあんま詳しくないんですけど、このなんかプロミネンスとかいうバケモンがその名称してなくて一生デッキから龍剣士呼んできてやばいっていうことだけは知ってます。展開伸びすぎじゃね、やばいんだけど。ジーダンティス、うわ、またこれ名称して単一ないやつ使い回そうとしてるやん。やばいって。展開いつもあるんですかこのデッキ。展開長っ。光の結界ってどういうこと。えなんかどういうこと。ちょっとやばい、なんかやばいことしようとしてる気がする。自分の墓地からモンスター1体を守備表示とご召喚、次のメインフェーズ1スキップ。はい、誰をそんな鬼のようにソリティアしてそれで出てくんのそれ。やばい、そんなバカみてえな鬼みてえなソリティアして最終的に出てくるのアルカラフォース・ザ・ワールドってマジ。まあもちろん僕のターンはスキップされるらしいですけどね。しかもこれ待って、これさ時知らずのデュガレスのさ効果でメインページ1スキップされるの確定してるからさ、これもしかしてあれか、これ次のターンワンキル取ってくんないやつか。これこのまんまバトルフェーズ入るよな相手。黙れ、カード効果によるスキップターンがスキップされます、黙れ。じゃ待って、これもしかしてさ、まあ光の結界はいいわでスタンバイフェーズ発動されるでメインフェーズスキップされます、バトルフェーズやばい。クソ迷惑、クソ迷惑だ。待ってくれ、ターンスキップした後にワンキル取ってくれねえ、なんだよこいつ。これ迷惑じゃない。2ターン連続でターンをスキップされる男がいたんですよ。なーにー、やっちまったな。